ようこそおいでくださいました。お待ちしてますいやいいですよ製造部札幌雪まつりの会場にやってきました。にぎわってますね。で今年の目玉といえばやはりこの方でしょうね。大谷翔平選手と愛犬デコピンです。ボール加えて可愛いですね。で実はですねこの札幌雪まつり会場で水素が使われているというんです。これを教えてくれたのがはいトヨタの酒井さんです。酒井さんすみませんよろしくお願いします。こう見る限りどこに使われているのかは全く分かりませんが間違いなく、はい、この雪まつりで水素が使われているんですね、はいはい、ぜひその場所にご案内したいと思いますのでこちらにお願いいたします。すみませんよろしくお願いします、はい、毎年およそ200万人が訪れるという札幌雪まつり。今年も会場は大にぎわいです。会場を散策していると見えてきたのはあれ酒井さん、はい、車未来そうです。未来とクラウン FCEV も揃っています。 FCEV クラウンだ、はい、これはもうあの札幌のディーラーさんにご協力いただきまして、はい、皆さんがお持ちのFCEV を出していただきまして、うん、この雪まつりの期間中毎日交代交代で水素ステーションから充填してこちらに移動してきて、はい、中の建物全体の電気をまたなっています。あ、じゃあこのテントはあれなんだ。そうです、直流から交流に変えて中に送り込んでいます。はい、完全に水素だけのエネルギーで GX ゾーンを成り立たせています。今回初めて設けられた GX 脱炭素エリア。このエリアを紹介してくれるのはここからは札幌市長と待ち合わせしております。あ、すごいもう人気だ市長。はい、市長笑ってください。はい、ピース。すみません。こんにちは。どうも秋元です。ようこそおいでくださいました。すみません、お忙しいところ。寒くないですか？大丈夫です？札幌。めちゃめちゃ寒いですね。私たちにすると今日は暖かい日、はい。暖かいんですか？もう本当にこう雪祭りが始まりましたので、本当に、ね、多くの方に来ていただいて。でここはちょっとなんか違った毛色といいますか。ちょっと違いますよね。はい。ここはですねクリーンエネルギーを使って、はいはい、その技術的なものをですねここで多くの方に知っていただくための展示がされているゾーンです。はい、こちらの休憩所の中に北海道らしいアイテムがありましたよ。これですか？これです、これです。書いてある H2 ストーブメイドイン札幌で、はい、トヨタ北海道さんにもですねこのご協力をいただいて、はい、そしてまたこのストーブも自作の地場の企業の方に作っていただいて、はあ、この水素を燃料にしたストーブということで、まあ、まさにこれかっこいいですし、なんでしょうね、この柔らかい温かさ。普通あの灯油のストーブなんかだと乾燥しちゃって、はいはい、別にあの加湿器を置かなきゃいけないんですよ。はい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 、でもこれは水蒸気が出ますのでこれだけで加湿もできて暖も取れる。あら、一石三鳥三鳥といいこと尽くし、いいとこ尽くしですね。どなたかあの作った方、はい、チュリさんが作ったんですかこれ？そうですね、まあ、設計の方。おお、かっこいいですね。ありがとうございます。どこにこだわったんですか？やはりこの色ですかね、はい、マットブラック。そうですね、これもトヨタの方のデザインさんにまあご協力いただいて。そうなんですか、すごい。このなんかコポコポ音がしてるのは？そうですね、この下から、まあ、水が入ってますの で水素を 泡の状態にしてで水面で燃焼させてるのでこの泡がこういった音が奏でてる。これ水入れるのはどういう意味があるんですか？水を入れることによってどうしても水素って燃焼が早いので、はい、逆化をしてしまう危険性があるので、まあ、それを防ぐために、まあ、一応水を返して、まあ、火が戻っていかないようにして。なるほどね。この模様は何ですか？これは牛乳缶をモチーフにしておりまして。牛乳缶？はい、我々は創業が牛乳缶を作るところから。そういうことなんですね。1927年創業の土屋製作所。土屋社長に会社を案内してもらいました。そこで最初に出会ったのは あれうちの犬なんですよ。え？
犬？あ、かわいい。失礼します。大丈夫、大丈夫、大丈夫。かわいい、かわいい。すごい大好きですね、社長のこと。俺のことは大好きね。ほら、震え始めましたよ、ほら、置いてくから。おー、かわいそうだ。社長、これ、ロケ中ですからね。さあ、はい、本題に戻りましょう。はい。土屋製作所では、酪農や畜産に関わる製品を中心に、設計から製造、検査までを一手に手掛けているそうです。おお、あ、大きい。何のタンクですか？牛乳のタンク。牛乳のタンク、はい、中は食品なので、ピカピカにしていただいて、まあ今彼ら中で研磨して、はい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 、仕上げて、これが創業の創業、まあ、流れになってます。まあ、実はこちらがうちの創業のスタートの商品、牛乳を入れる。はい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 。です。これ映画とかドラマで見るやつですね。はい、よく見るやつです。失礼します。はい、ああ、しっかりしてるわ。創業時からマーク変わってないんですね。はい。ね、ほら土屋札幌。牛乳缶のマークが、ね、これね、牛乳ですよね。もしよろしければ。え、なんと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 、社員の、まあ、毎日1本牛乳を飲もうみたいなことで、社員になれば毎日1本牛乳飲めるんですか、はい、この瓶ですけど、はい、乾杯。乾杯。いただきます。うまっ。濃厚なのに後味あっさりしてるんですよね。すっごく飲みやすいで甘いし、水素ってこうやって使えるんじゃないかって可能性を感じる前、どこで知ったんですか？それはまさにトヨタさんが未来を出して、はい、燃料電池でこう、まあ、水素燃料として走る、はい、水素が燃えるっていうことはもう基地の事実なので、はい、水素を使えるんじゃないかなってっていうふうに思った。はあ、もう最初はひどいもんでしたけど、あったかくないストーブっていうのがこの辺にあるんだ。それを仲間みんなでこうやって一つずつクリアしていくっていうのもなんかね、まあ、それが一番楽しい、ね、楽しいでしょうね、はい、その後の宴会も楽しいんです。この北海道っていうのは水素はどうやって皆さん受け止めているんですか？再生エネルギーが一番豊富だって言われてるのは、まあ、北海道で、うん、でまあ、一次産業、我々ずっと一次産業でこういう酪農というね、牛乳を絞るっていうところに、はい、携わってきたんですけど、食料とエネルギーはやっぱり北海道がこれからしっかり牽引していくべきなんじゃないかなっていうふうに思って、過去から続いてきたものも大切にしつつ新しいこう未来に向かって挑戦していくっていう、本当やりがいある仕事ですね。そうです。老舗のベンチャーっていうのがちょっと気に入ってる。わあ、かっこいい。いい顔してました今。水素ストーブを作るにあたってこういうとこ大変だったなっていうのはどこですか？水素が燃えるときにどうしてもやっぱ他に熱の負荷がかかったりとかして結構部品がダメだったりするので、いかにその他の部品負荷かけないように設計を直したりですとか、結構作り直しを結構やりましたね。最初ちょっと取り扱うの怖いなとかって。怖かったですね。やっぱりやっぱりどうしても危ないっていうイメージが自分もあったんで、んまずそこからまずちょっとおっかなびっくりで最初つけてたりしました。はい、でもこうやって作ったものが本当北海道を中心に、ね、広がっていってくれるといいですね。そうですね、はい、北海道ってやっぱ結構ストーブっていうのは必需品ですので、やはり皆様でこういうところからもっと身近に感じるっていうことができればなと思いますね。市長、もう一つ言ってませんでしたっけ？水素ストーブと、はい、自動販売機ですね。水素自動販売機、おお、これがその水素エネルギーによる自動販売機、はい、ここがですね、まあ、トヨタ北海道入ってる、はい、トヨタさんの技術をお借りして、この、まあ、まさにバッテリーが、はい、おお、びっくりした、はい、あ、ここにあるんだ、はい、ちっちゃ。でここで発電された電力、電気でですね、この自販機、はあ、ここから入るのかな、はい、自動販売機担当の方、どういう仕組みなんですか？まずこれは未来で使っている燃料電池の技術と同じです、はい、でトヨタ自動車の技術も我々も受け継ぎながら細
小型の燃料電池というものの組み立てをいたしまして、すっごいちっちゃいですね、はい、この中に入れてあります。で、水素ボンベは中にしまってありますけども、水素吸蔵合金というものの中に水素を、持たせて、それが実際に水素が入ってもちょっと重たいんですけど、吸蔵合金だからね、はい、でも液体とか気体よりもいっぱい水素がたまる、はい、なんでまたこれ考えたんですか。以前にも北海道で胆振東部地震というものがあったんですけど、はいはいはい、その際に、まあ、ブラックアウトというものが起きてしまい、はい、まあ、北海道でやはり冬場など、まあ、特に寒さなどがあるので、やはり電気が使えないとたくさんの人が困るというのもあり、はい、水素を使えば電気と同じように使えるというもの、身近に使える水素というものを皆様に知っていただきたく制作いたしました。暖を取れて飲み物も取れて、ね、水分取れれば、それはかなり災害時には役立つ。その市長が温度を取って、この札幌市が水素をこのように牽引していくような形にするのはなぜでしょうか。はい、北海道は今再エネの電力供給基地として非常にポテンシャルが高いというふうに言われています。洋上風力だとか太陽光といった再エネ電力を増やしていくことになるんですけど、当然この自然のエネルギーを使うということは、ものすごい、まあ、条件によって波がありますよね、うん、そうするとその電力の調整力、この水素を使って電力を貯めていく、札幌がこう脱炭素を進めていく、まあ、そういった先端を行けるようにしていきたいなという思いです、うん、仲間と一緒にやるから意義がある。そうですね、いろんな企業の皆さん、それからまあ研究者、大学の方も含めてですけど、いろんな知恵をやっぱ寄せ集めて、まあ、一日も早くそういった社会を実現していければいいなと。いつしても遅いってことはないですから、はい、どんどんね、この指止まれで、そうですね、来ていただきたいですね、はい、もういろんな方に、あ、こんなことできるんじゃないかとかですね、うん、こんなことできないかなっていうのはお話をいただく、そういうきっかけにもしていければと思います、はいはい、ぜひ皆さん市長までご一報お待ちしてます会場で使われている水素を供給しているのはこちらの水素ステーションです。こちらが札幌市内に初めてオープンする定置型の水素ステーションになります。オープンする、これからです。これから春にオープンする予定なんですが、今回雪まつりの対応のためにご無理を言ってオープンしていただいています。ようこそ、待っていただいてるじゃないですか、はい、よろしくお願いします。手が冷たい、結構待ったんじゃないですか、そこで。いえ、少しです。オープン、そうなんです。これから実はですね、4月1日にフルオープンを予定してまして、はい、北海道で初めてバス、トラックの大型車両にも充填できる大規模水素ステーションになります。今までなかったんですね、北海道に。なんでまた水素ステーションやろうと思ったんですか。はい、いや、実はですね、1929年ぐらいから産業ガスのメーカーとしてですね、北海道を支え続けてて、これから水素を作っていこう作っていこうっていうお話はあるんですけど、実は使っていこうっていうプロジェクトが少ないんですよね。ここは一大消費地であると、はい、そこに手を挙げさせてもらったと。素晴らしい。ということになります。ただ本州でもあるステーションとちょっと独特違うところがありまして、実はこの鎌倉の建物とかご覧になれますかね。お、雪対策で機械を全部このコンクリートの鎌倉型の建物で覆ってるんです。これ全部横に雪が落ちてきてるからこうなってるんだ。だから今シーズン何回も大雪ありましたけど、はい、1回も屋根の雪下ろししてなくて。はあ。でもう一つですね、はい、水素を充填するには82メガパスカルっていうのにこう圧縮するんですけど、はいはいはい、その機械は普通は1台なんですけど、はい、2台入ってまして、全て全部2セットずつ用意していることになります。ここの1箇所に水素ステーションが2箇所あるのと一緒になります。やっぱり設備の点検って1ヶ月とかかかったり、急なトラブルとかあったりするときに止まってしまうとですね、止まっちゃうから商用車を入れられないじゃないかというふうになってしまっても困りますし、不便をかけてしまうので、はい、絶対に営業しているステーションとして全て2個ずつ入れてあります。もうそこは、はい、赤字覚悟でしょうがない。もう大赤字ですね、さらに雪が積もらないようにする設備や配管が凍らない仕組みなど、寒冷地ならではの工夫があちこちに施されています。北海道で水素にチャレンジするためには考えなければいけないことがたくさんあるわけですね。はい、だから通常の本州で作る水素ステーションとはちょっと寒冷地中とか積雪対応とかですね、
マイナスの温度とかそういうのを気をつけながらやらなきゃいけなくて、かなりお金がかかっておりまして、ですね、はい、10年13年かかるかもしれないですけど、はい、なんとかその赤字がプラスになるような設計で考えてますので、うん、これを通じてですね、北海道にその高校型の商用車だとかバスとかがまだ来てないもんですから、はい、どん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 入れていっていただきたいなと思って、そうですね、ぜひ皆さんのお力を借りたいなと思っています。止まることがないですから安心して来ていただきたいですね、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。雪まつりに使う車に水素を充填します。でももうなんかこう未来からね、給電してしかも静かで環境に優しくてっていうのがだいぶ慣れてきましたね。そうですね、はいはい、今北海道でもイベントでこうご用命いただくことが非常に多くてですね、お祭り、地域のお祭りとかそこで電気を供給させていただいてっていうので、うん、はい、もっとねステーション増えてくれればね、それに越したことはないんですけど、北海道まだ少し少ないので、はい、ただ今回こういう使いやすいところにできたので、ぜひたくさん車両が増えてくれるといいなと思います。雪まつり会場も日没が近づいてきました。ここ行列できてますよ。これ写真スポット、はい、実は水素の炎を一緒に写真が撮ることができます。水素の炎、泡がブク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 なってますけど、はい、これ水素を安全に燃やすために、はい、下から水中で水素をバブリングさせて泡にして表面で水面で炎を燃やすというやり方を取ってます。面白い、はい、これでもこうやって安定した火を出すっていうのは簡単なんですか？結構この出してる泡 その大きさだとかそういったところが一つ肝になってくるので、うん、そういったところを調整しながら、あとは通常水素の炎って無色透明なんですけれども、はいはいはい、それをですね入れる水を今これ温泉水入れてまして、でその温泉の成分で炎色反応で色をつけるというような形を取ってます。いろいろと工夫しながら、でかつ北海道のものを使って色をつけるというところにこだわってさせていただきました。で皆さんやっぱり表情豊かにすごい笑っていただいて撮っていただけるので、はい、我々も作った甲斐があるかなと思ってます。北海道ならではのチャレンジが盛りだくさんの雪まつり、これからも水素を利活用する挑戦は続くということで、今後にも注目していきますね。